詰め放題って難しいわよね。いきなりどうしたんだ？この前ミニトマトの詰め放題があったからやってみたのよ。だけど結果的に、他の人の半分くらいしか詰められなかったのよね。それはちょっと少なすぎないか？もう少し丁寧に詰めればよかったわ。何か効率のいい詰め方ってあるのかしら？いい方法があるんだぜ。え？あるの？どんな方法なのよ？ケプラー予想、だ。え？ケプラー？詰め放題と何の関係があるの？ケプラー予想は、ケプラーが数学的に予想した、空間を球で一番効率よく満たす方法、なんだぜ。なんだかよくわからないけど、確かに詰め放題に活かすことができそうだわ。詳しく教えてちょうだい。なら今回は、ケプラー予想、について解説しよう。お願いします。霊夢がチャレンジした詰め放題に限らず、旅行に行く時のパッキングや部屋の収納など、なるべく多くの荷物を、効率よく入れる方法を模索して悩む、ということは多いと思う。確かに旅行に持っていくバッグもいつもパンパンだわ。そしてそれは数学者も例外じゃなかったんだぜ。数学者は、ある空間を球で最も効率よく積み重ねる方法はどんな配置か、と悩んでいたんだ。私と同じ悩みを持っていたのね。ちょっと違うんだぜ。どこが違うのよ？霊夢は詰め放題用のビニール袋や旅行バッグといった、有限な空間を想定しているよな。一方、数学者たちが前提としていたのは、無限に広い空間なんだぜ。空間が無限だったら、ミニトマトも無限に詰めることができるじゃない。いや、そういうことじゃなくて、数学者が考えていたのは、効率よく荷物を積み重ねる方法。つまり最も隙間が少ない配置なんだ。そもそも空間が有限だと、その空間の形によって最適な答えが変わってしまうからな。確かに、袋の形によって効率的な詰め方って違うものね。そしてその効率的な配置を予想したのが、数学者であるヨハネス・ケプラーなんだぜ。ケプラーは数学以外にも天文学や占星術にも精通していたんだ。へえ、星が好きだったのね。そうだな、ケプラーの実績にはもう一つ有名な発見があって、それが、ケプラーの法則、なんだぜ。ケプラーの法則？どんな法則なのよ？惑星は、中心となる星の周りを、楕円の軌道で運動している、っていう法則なんだ。ケプラー以前の天文学では、惑星は完全な円軌道だと考えられていたんだぜ。しかも中心は地球っていう説が有力とされていたんだ。ん？それって、天動説、ってことよね？ケプラーって一体いつ頃の人物なのよ？ケプラーは17世紀の数学者なんだぜ。じゃあ400年前の人物ってこと？そうだな、そしてケプラーは1611年に、とある配置、が一番効率よく球を積み重ねることができる、と予想したんだ。予想した、ってことは、実際にその配置が一番効率がいいかは、わからないってことかしら？確かにケプラーの時代には、予想が正しいのかは証明されていなかったんだ。ところがなんと400年も経った1998年に、ケプラーの予想が正しかったことがやっと証明されたんだ。証明に時間がかかった数学の難問って、他にもあったわよね？それは、フェルマーの最終定理、だな。フェルマーの最終定理は、3以上の自然数 N について、X の N 乗足す Y の N 乗イコール、Z の N 乗を満たす自然数 X、Y、Z は存在しないというものだ。フェルマーが書き残したこの定理が、証明されるまでにかかった年月は、360年だな。じゃあケプラー予想は、フェルマーの最終定理より時間がかかった超難問ってこと？そうなるな。ひえ？誰でも持っているような悩みが数学の超難問ってすごいわね。ところでケプラーが予想した効率がいい配置ってどんな配置だったのかしら？いきなり空間で考えると難しいから、まずは平面で考えてみるんだぜ。平面に円を重ならないように並べるには大きく分けて2つの方法があるんだ。まずは円を縦横にまっすぐに並べる、正方配置、だな。綺麗な並べ方ね。正方配置で円が空間を占める割合は、この部分の割合を計算することで求めることができるんだぜ。その割合が円を無限に敷き詰めた時と同じってことかしら？そうだな、だからここの割合を計算するだけでいいんだぜ。まず、円の半径を R、円の面積を S1、線で囲んだ部分の面積を S0 とする。そうすると円の面積は半径×半径×3.14 だから、S1 イコール πR の2乗になる。線で囲んだ部分は正方形で、一辺の長さが 2R だから、面積は 2R×2R で S0 イコール 4R の2乗になるんだ。比率を求めるから、円の面積を線で囲んだ部分の面積で割ればいいわね。正解なんだぜ。πR の2乗割る 4R の2乗を計算すると割合がわかるんだ。約分すると R の2乗はなくなるから、S0 分の S1 イコール4分の π という答えが出るんだ。そして π はおよそ 3.14、これを4で割るとおよそ 0.758 となる。つまり正方配置だと円が占める割合は、約 75.8% ということがわかるんだぜ。このような円が占める割合のことを重点率という。なるほど、こうやってどういう配置の仕方だと、円が占める割合が高いか調べていくのね。そういうことになるな。さて、次に二つ目の円の並べ方を見てみるんだぜ。一つの円の周りに6つの円が接するようなこの並べ方は、六方配置と呼ばれている並べ方なんだ。なんとなくさっきの並べ方よりも密になっている気がするわ。
本当にそうなのか、計算して確かめてみるぜ。六方配置では、この部分における円の面積を求めることで、充填率がわかるんだ。なんだか、正方配置の時より難しそうだわ。ゆっくり考えてみれば、意外と難しくないんだぜ。まずは、さっきと同じように円の半径を R、円の面積を S1 とする。三角形の内角の和は180度、つまり半回転分なのでこの三角形の中の円の面積は半円分で、S1 イコール2分の πr の2乗になるんだ。なるほど、あとは三角形の面積を求めて割ればいいのね。そうなんだぜ、三角形の面積を S0 とすると、S0 イコール2 r かける2分のルート3 r となる。え？底辺と高さはどこから来たのよ？底辺は円の半径2つ分だから 2r になるんだ。そして正三角形の底辺と高さの比は、底辺対高さイコール2対ルート3だから今回はルート 3r になるんだぜ。なんとなくわかったわ。これらの式から、空間において円が占める割合を求めると、S0 分の S1 イコール2ルート3分の π になるから答えは約 0.907。つまり正方配置だと円が占める割合は、約 90.7% ということがわかるんだぜ。そしてこの並べ方が最も密だということが、数学的に証明されているんだ。私の目に狂いはなかったってことね。よかったな。ところが問題はここからなんだぜ。今、六方配置が一番効率が良いってわかったじゃない。いや、今わかったのは平面だ。問題は空間を効率よく球で満たす方法なんだぜ。ということはこの円を立体にするってことね。そうなんだ、ケプラーは六方配置で効率よく並べた円を、球に変えたものを一層として考えた。そしてこの層をまた効率よく積んでいく方法を考えていったんだ。六方配置で並べたトマトをいっぱい入るように積んでいくってことね。詰め放題で敗北したのがよっぽど悔しかったんだな。やっぱり六方配置みたいに、くぼみに次の層が乗っかるのが、効率が良さそうよね。そうだな、ケプラーもそう考えていて、その中でも2種類の積み上げ方が効率がいいと予想したんだ。どんな積み方なのかしら？まずは、六方細密充填構造、だな。この構造では3層目が1層目の真上に来るんだ。これを繰り返していく構造ってことね。もう一つは、免震立方格子構造、で、こっちは3層目は1層目の真上に来ないんだぜ。つまり六方細密充填構造は、A と B という層を繰り返す構造で、免震立方格子構造は、A と B と C という層を繰り返す構造なんだ。同じようにくぼみに合わせるのに、二つの構造があるのね。ところでどっちの効率がいいのかしら？ちょっと簡単に計算してみようぜ。効率の良さである充填率を求めるには、構造全体の体積と球の体積が必要になる。まず、六方細密充填構造の体積を求めるために、高さを計算してみるぜ。六方細密充填構造の高さは、この静止面体の高さを求めて、2倍にすることでわかるんだ。意外とわかりやすいけど、少し面倒ね。そうだな、少し割愛するが、球の半径を R とすると、正三角形の高さは、3分の2ルート 6R になる。つまり六方細密充填構造の高さは、3分の4ルート 6R ってことね。次に底面の面積は、最初に説明した平面の六方配置にある正三角形を使うんだ。この正三角形の面積を6倍にすることで求めることができるんだぜ。それなら簡単ね、正三角形の面積はルート 3R の2乗だったから6ルート 3R の2乗よ。となると体積は底面積×高さだから、6ルート 3R の2乗 ×3 分の4ルート 6R イコール、24ルート 2R の3乗。つまり六方細密充填構造の体積は24ルート 2R の3乗なんだぜ。あとは球の体積よね。この構造の中に含まれている球は6個だから、3分の 4πr の3乗 ×6 が球の体積なんだぜ。え？ 6 個なの？もっとあるように見えるけど、線から出ている部分を除くと6個分の体積しかないんだ。なるほど、そういうことなら納得だわ。さて、充填率は 3πr の3乗分の 4×6 割る、24ルート 2R の3乗 ×100 で、これを計算すると約 74% になるんだぜ。六方細密充填構造の充填率は約 74% なのね。免震立方格子構造はどうやって計算するのかしら？免震立方格子構造の場合は格子一つ分の立方体で考えるんだ。球の半径を R、立方体の一辺の長さを A とすると、三平方の定理から R イコール4分のルート 2A になるんだ。そしてこの立方体の中には球が4つ入っているんだぜ。ということは3分の 4πr の3乗 ×4 を、立方体の体積 A の3乗で割ればいいのね。そうだな、R は4分のルート 2A だからこれを代入して計算すると、6分のルート 2π×100 で充填率は約 74% なんだ。え？六方細密充填構造の充填率も 74% だったわよね。実は2つとも同じなんだぜ。え？同じなの？どちらの構造でも、球が空間を占める割合は 74% なんだ。ケプラーはこのことから、最も密な積み方は六方細密充填構造と免震立方格子構造だとした。そして、これ以上に効率的な積み重ね方は、存在しないと予想したんだぜ。つまりこれが、無限空間での最も効率的な、ミニトマトの詰め方ってことね。どんな詰め放題だよ。ちなみにケプラーが認めたこれらの構造は、あまり馴染みがないかもしれないが、
実は身近な金属の原子に見られる構造なんだぜ。へえ、どの金属なの？例えばマグネシウム原子が6方細密充填構造で、金の原子は免震立方格子構造なんだ。確かに聞いたことがある金属だわ。詰め放題のヒントがこんなところにあったなんて。全部詰め放題に繋がってしまうんだな。でもケプラーがこの予想したのも、効率的な荷物の積み方を探していたことがきっかけだから、あながち間違いでもないんだよな。そうなの？ああ、ケプラー予想の内容が分かったところで、次はこの予想が生まれた経緯や、予想が正しいと証明されるまでの、歴史を紹介していくんだぜ。ケプラー予想が生まれたきっかけは、トーマス・ハリオットからの手紙だったんだ。トーマス・ハリオット？トーマスもケプラーと同じく、数学や天文学を専門としていた学者だな。太陽の黒点を発見した一人なんだぜ。他にも、地図の書き方に使われている、メルカトル図法の数学的定式化に関わった人物なんだ。こうした先駆的な業績はあるんだが、著書はあんまり残さなかったから、そんなに有名じゃないんだよな。きっかけという意味ではかなり重要な人物よね。そんなトーマスとケプラーは文通をしていたんだ。そしてその中で、トーマスが友人で雇い主であるウォルター・ローリーから与えられた、とある問題の話題になったんだ。とある問題？トーマスは船に砲弾を効率よく積み込む方法を、考えるように言われていたんだ。は、だからケプラー予想に出てくる荷物は急だったのね。この手紙がやり取りされたのは1606年のことで、1611年に発表された論文、六角の切片について、で、ケプラーは予想について初めて言及したんだぜ。それから予想が正しかったと証明されるまで、400年もかかったってことなのね。そうだな、ケプラー本人は証明することができなかったから、ケプラー予想、なんだ。その後の流れを順番に追っていくんだぜ。まず19世紀に、球が規則的に配置している時は、ケプラー予想が正しいと証明されたんだ。これを証明したのはあの天才数学者ガウスだった。ガウスっていろんな法則の名前になっている人よね。そんな人たちも取り組んだ問題だったのね。ところで規則的に配置しているときはってことは、不規則に配置しているときは間違っているってことなの？間違っているというよりも、不規則な配置にはパターンが多すぎるんだ。そのすべてのパターンを検証して効率を調べるのは、かなり難しいんだぜ。確かにそれこそ無限にありそうだわ。そうなんだよな。そしてこれを証明しないことには、ケプラー予想が絶対に正しいとも証明できないんだぜ。そんな事情もあって、19世紀においては、他にケプラー予想に関する進展はなかったんだ。ウォルター・ローリーも、まさか数世紀にわたって研究されるとは、思っていなかったでしょうね。1900年には、現代数学の父、と呼ばれたドイツの数学者ダフィット・ヒルベルトが提起した、数学における23の未解決問題、の18番目に挙げられているんだぜ。当時から注目されていた問題だったのね。20世紀になると、ハンガリーの数学者ラースロー・フェイストートが、この問題は有限個の計算で証明できると報告したんだ。有限個の計算？つまり膨大な数の配置パターンをしらみつぶしに計算すれば証明できると考えたんだ。そうなの？まあ、実際400年越しで証明されているからな。フェイストートは、十分な性能のコンピュータがあれば、証明できる可能性があると気づいたんだぜ。なるほど、膨大な計算をコンピュータで処理しようってことね。そして実際にコンピュータを用いて研究したのが、ミシガン大学のトマス・ヘイルズ教授だ。彼は1998年にケプラー予想を証明したと発表したんだぜ。証明できていたの？証明できていることが証明されなかったんだぜ。どういうこと？まず、ヘイルズ教授の研究は、5000種以上の配置を、一つ一つ調べるというものだった。そしてこの論文はなんと300ページを超えるものになっていたんだぜ。300ページ？数学誌の編集者は、この論文を掲載することに同意したんだが、査読が条件になっていたんだ。査読？その分野を専門としている研究者が対象の論文を読んで、内容の妥当性を審査することだな。ヘイルズ教授の論文の審査には審査員が12人、そして4年という歳月がかかったんだぜ。審査するのも大変だったのね。その結果、99% は正しいと認められたんだが、残りの 1% については確認できないと判断されたんだ。あと 1% なのに証明できないなんて、悔しいわよ。そこでヘイルズ教授は、自身の研究が完全に検証されるために、あるプロジェクトを立ち上げたんだ。あるプロジェクト？それが、フライスペックプロジェクト、なんだぜ。ちなみに F、P、K の3文字は、フォーマルプルーフオブケプラー。つまりケプラーの形式的証明から取ったらしい。へえ、そうなのね。どんなプロジェクトだったのかしら？ホルライト、と、後継システムの、イザベル、というプログラムを使ってしらみつぶしに証明したんだ。結局、全部の配置を調べられるかどうかが鍵だったのね。でも自分で証明するなんてすごいわね。プロジェクトを立ち上げたのが2003年で、集結したのが2014年だからな。ヘイルズ教授は証明できた時に、10年若返ったようだ、と語ったそうだぜ。確かにこんな難問を何年もかけて解決できたら、若返るわね。というか制限のない空間を前提にしていても、一番効率がいい配置が見つかるまでに400年もかかったのね。詰め放題や旅行のパッキングが難しいのは、当たり前だわ。
というわけで今回は、ケプラー予想、について解説したんだぜ。詰め放題に活かせそうか？とりあえず、雑に詰めるのは予想、って思ったわ。予想だけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。この動画を見て、なぜかポケモンを思い出した方は、ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。